ちゃこんにちは。はい、はい、豊かさん、はい、今日も3連戦を振り返るの時間です。そうだね。はい、何ですか。はい、振り返りましょう。はい、ね、お願いします。まあこの週は、うん、週というか3連戦は、うん、まあびっくり弾が出たというね。びっくり、まあ、本人もびっくりしてるんじゃないかなって、まあ失礼な話だけどもね。え、なんか前の子もね、おこの人がとか、まあ、そうそうそう、このタイミングのこのホームランみたいなんですか。そうだね。はい、で阪神マジックが12、うん、ね、オリックスが14、はい、で3連戦後のマジックです ね、うん、はい、これは今日ね、うん、今日の時点でということ、はい、で懐かしのあのバッテリーが、まあ、活躍という、うん、もう初めてバッテリー組んだぜみたいな、ね、あのこの最近初めてということですね。まあまあそうだね、うん、はいはい、やっぱりそういうのはね、あれなんですかね、こうやりやすいものですか。まあ、呼吸という意味では、うん、まあ、遠慮もないだろうし、まあ、組みやすいだろうね。なるほど、昔のまあ甲子園の時にね、うん、誰っていう話ですけどね、まあ、誰っていう、まあ後から出てくるけど、はい、はい、今日も看板やちいちゃん、はい、ね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、はい、こうなりました。はい、ということで、はい、中日と阪神が2試合だったんですよね。そうそうそう、もともとね、もともとね、はい、はい、それ以外は3試合ありまして、はい、広島と DeNA は広島が2勝1敗の勝ち越し、はい、中日と阪神は阪神の2連勝、はい、はい、ヤクルトと巨人は巨人が2勝1敗の勝ち越しということになりました。はい、はい、まあ、それでは広島 DeNA から、うん、広島森大瀬良遠藤で DeNA 坂本今永東ということで、はい、まあ、始まりました、うん、ね、1試合目6対5、はい、ね、この試合は4対1で迎えて8回、はい、桑原が同点のスリーランホームランを打つんだよね。ね、うん、で9回にはワンアウト満塁から押し出しを取って、うん、まあ、しかもまだ満塁ということで、ね、その時に追加点が取れない、うん、まあ、楠本関根が倒れて、まあ、点が取れずということで、はい、まあ、しかし逆転をして9回裏に行くんだけども、はい、まあ、9回代打松山、うん、センター前ヒット、やっぱ渋いね、うん、まあ、よう打つわ。で代走曽根、はい、でツーアウト三塁から野間が牧へ、うん、の内野安打、はい、で同点という、ね、これね、曽根を代走に送ってて、堂、うん、林のショートに詰まったハーフライナー気味のボールが、うん、打球があったんだけど、はい、これを判断よくサードに行ってんだよ ね、 あーね、これね、普通だったらライナーだったと止まって、うん、セカンドに残るケースがあるんだけども、はい、この曽根の代走の感というか、うん、センスというか、これサードに行ってたおかげで野間の内野安打が同点を生み出したというね、だから非常にあの走塁が素晴らしかったなというね、うん、感じがして、はい、で、まあ、これで同点。10回延長に入りました、うん、はい、2アウトから2つのフォアボールを選び、うん、堂林がサヨナラという、はい、まあ、セカンドランナーの曽根が好走塁、うん、これさ前進守備してたんだね、はいはい、で相当前だったんだ、まあ、詰まったあたりのセンター前だったんだよ、うん、でも打球の処理としたら桑原もそんなに難しくはない、はい、でも曽根がもう激走して帰ってきた ね、うん、ねー、サードベースをこう小さく回って大回りにならないように、うんうんうん、で頭から突っ込んでいった、はい、まあ、サードコーチャーとしたらもう一か八かの勝負っていうことで延長に入ってるからね、はい、うん、だからまあ回すのは当然だけども、はい、その回すそのコーチャーの気持ちに応えたのが、うん、まあ、曽根の走塁、これはもう本当に好走塁だったね。ね、でこの時に守りなんだけども、うん、桑原がもう勝負じゃない、はい、だからノーバウンドで投げれなかったかなっていうふうにね、うん、まあ、ちょっと思ったんだけどもね、はい、うん、まあ、この試合では9回森原、うん、まあ、10回には安明で負けたというね、うん、まあ、ちょっと DeNA にとってはちょっと後味の悪いというか、そうですね、うん、まあ、それも決勝点になったのはフォアボール、ツーアウト取ってからのフォアボール2つだから、うん、だからまあここら辺で粘りきれなかったっていうのがちょっともったいなかったなっていう ね、 ね、まあ、そんな感じがしました。はい、で2試合目、はい、4対3、うん、広島、はい、3対0で迎えた6回、ツーアウト1・3塁から相澤が、2点タイムリーツーベースね、うん、でエスコバに変わるんだよ、はい、小園が同点タイムリーというね、うん、
で今日もこの日も、延長に入り11回デビッドソンがサヨナラホームランという、うん、まあ簡単に答えましたけど、うん、今話しましたけど、うん、話して、はいはい、説明したけども、うん、で今永に対して10安打、うん、で5回投げ終わった時点で100球超えてんだよね。そうですね、うん、だから5回今永は結局5回3分の2、122球を投げたというね、うん、でこれはどういうことかというとさ、はい、やっぱチーム単位でやっぱいいピッチャーを攻略するには、うん、積極的に行って攻略するのか、うん、それとも投げさせて耐久しといて中継ぎ勝負に持っていくのか、うん、だからこの今永っていうピッチャーに対してやっぱこう耐久に行ったよね、うん、粘ってというかみんなで粘って100球球数を投げさせて、うん、疲れたところで仕留めるというね、これはちょっと見事なやっぱこう攻撃だったんだけど、なるほど。で、まあ、今永が投げてて3点リードっていうことはさ、うん、大体あこれ勝つかなってとか思ってたんだけど、はい、球数を見た時に、うん、あこれは絶対やられるって思ったのね。なるほど。だから中継ぎ勝負になってくるって、うん、で昨日の今日でやられてるから昨日、はい、大丈夫かなと思ってたらやっぱこういう結果になっちゃったね。またねこの試合も延長になりましたけど、まあまあそうだね、うん、まあまあみんな頑張ってるんだけどもさ、はい、やっぱこうチーム単位でこう襲ってくるやり方と単体でやるやり方ではね、うん、やっぱチーム単位の方がすごく重みがあるね、うん、重みがあるかずっしり感があるというかね、しかもこの試合もね広島は15安打で、うん、その前の試合もね、15安打でしたかね。そう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 、ということでね、うん、まあ点にはなかなか結びついてはいないんだけども、はい、やっぱりしつこく攻めてきてるという、うんうん、だから相手にプレッシャーを与えてきてるというね、うん、はい、で、まあ、大瀬良が投げた試合は DeNA 戦で負けなしというね、うん、うん、で、まあ、DeNA の方は、うん、まあショートフライで飛び出して走塁死があったりだとか、はい、まあ、エラーが2つあったりだとか、うんうん、まあ、3回までに3点リードしてて、まあ、今永で負けたっていうのはこれもまたショックな負けだよね。そうですね、うん、はい、まあ、そういう試合でした、はい、で3試合目、はい、で3対1、DeNA、はい、ね、東完投勝利、うん、13勝2敗、はい、9回116球8安打8三振、うん、無四球無失点、はい、いやこの無四球っていうのがねもう本当にコントロールがいいんだよね。ね、うん、だからまあ見事だけどもさ、無四球1失点、1失点だね、はい、あそうそう、末金に、ホームランを打たれるんだけどもね、はい、これは末金のホームラン以外は、うん、まあ、先頭打者で出てきた末金がホームラン打ったんだけど、はい、それ以外は先頭打者を出した回はないんだよね。なるほど。で2本以上打たれたこともその回だけなんだよ、うん、末金がホームラン打って、はい、その後ヒット打たれたんだけども、はい、他は8安打打たれてるんだけども、うん、全部1イニングに1本しか打たれてない。なるほど。でフォアボールがない、うん、だからチャンスが広がらないということだよね。そうですよね、うんうん、でこの試合桑原の6回、はい、ね、7回の2打席連発、すごいですよね。おソロ2本と、ね、ね、どうした桑原ってこのカード3本打っちゃってるぞみたいな今、ね、ね、まあでもここに来て桑原が当たってきたっていうのはね、うん、すごく DeNA にとっては大きいし、うん、やっぱりその佐野、牧、宮崎にね、つながるクリーンアップにつながる上位1、2番を打つ桑原っていうのが、うん、まあ、当たってきてるっていうのは心強いよね。そうですよね、うん、でこの試合、まあ、2回、うん、牧が外の犠牲フライでタッチアップするんだよね、はい、でレフトは堂林、少しセンター寄りに前進してきたボール、うん、あこれタッチアップするかなと思ったらやっぱセンター寄りにちょっとボールが行ってるんで、はい、タッチアップした、はい、ね、相澤うまかったよ。うまかったですね。あタッチも、うん、ね、ちょっと一瞬間を置いてバーンとベースの前にあのミットを入れてった、ああと思ったら審判はセーフと、うん、どうでした。で相澤は
手首を痛がってる、はい、ね、んこれはこれなんだ監督は何してんだみたいな、相沢のこと心配してんだよ、うん、まあこれが優しいあれなんだけどもさ、はい、いやまずはリクエスト出せよって、うん、いやあれだけ、いや最初に初見で見た時スローなしで見た時もあこれアウトちゃうかなとか思ったんだけど、あの最初のね最初の、うん、ああアウトだって言ったらセーフになったからって言ってロッキーと思って、うん、まあこれはリクエスト出るなと思って、うん、おそらくひっくり返るよなって思ったよね、うん、リクエスト出ないという、これでね、まあ、確かにこう相澤選手が大丈夫かなっていうような状況ではありましたし、うん、まあ、監督としてはね、まあ、選手の体っていうことは怪我っていうのは心配になるだろうけども、うん、まずはねリクエスト出してからやればいいのに、心配すればいいのに、で相澤が落ち着いて、あそれじゃあリクエストって、あリクエスト忘れてたみたいな、はい、リクエスト時間切れですみたいな、タイプがね、そうそうそう、ね、間が悪いという ね、まあ、ねやっぱりそういう、うん、なんて言うんでしょうね、瞬時の判断というか、まあそうだね、うん、だからこのなんていうの、先制されて、あ先制したのか DeNA がね、はいこれね、うん、でもこれがゼロであって、うん、まあ末金のホームランが先制になってれば、うん、これはまた流れがちょっと変わってきたと思うしね、なるほど、うん、だからまあここら辺のそのまあしてもアウトな、あセーフになったかもわからないけども、うん、あれはやっぱり絶対すべきだね、もうこうなんか不完全燃焼じゃないですけど、そう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 、みんながちょっと、ね、うん、ファンの方も含め、そうだね、うーんってちょっとね、もし本当にアウトっていう風に判定がもう一回になったとしても、うん、そうだね、っていうところですかね、うん、だから新井監督が、うん、行かないんであれば周りのコーチでも監督ちょっとリクエスト出しておきましょうよってそのぐらいのことを言ってほしいし、うん、で選手任せにしてんのかも分かんないね、うん、いや今のは絶対ってやってくれみたいな、まあ、確かに相澤選手はね、出してよみたいなちょっとジェスチャーをした後に言って時間切れみたいな感じになったのでね、まあだからちょっとそこら辺がね、うん、不完全燃焼だったかなっていうような感じがします。そうですね、はい、DeNA が広島に対して5ゲームというね、うんうん、まあ、ちょっと離れちゃったね、そうですね、このカードね、ここ直接で2、3位でそうだね、うん、DeNA が負け越しだったのでね、はい、まあ、DeNA、広島はね、本当にしぶとかったね、うん、はい、はい、で、中日対阪神、はい、ね、中日は涌井、小笠原、はい、阪神は西勇輝、才木というね、試合目、阪神、はい、8対2、まあ、この試合一番近本が外れるんだよね、はい、うん、まあ、大事を取って、骨折ではなかった、うん、ということなんで、はい、まあまあ、それだけは本当に良かったなというふうに思うけども、ね、うん、ただやっぱりこう近本が外れた時に前回11試合あって5勝6敗って負け越してんだよね、はい、だからまあそういう面では非常に不吉な感じがしたんだけども、はい、で近本が外れた初戦っていうのは負けてんだよね、うん、前回、うん、でもこの試合近本が一番に外れて森下が入る、はい、ね、これね、レフトノイジー、センター森下、ライトミエセス、うん、大丈夫か外野手みたいなのでスタートするんだけども、はい、初回森下ヒット、はい、まあ、中野の三塁打で先制、はい、なおフォアボールが絡みノイジーの当たりを満塁からね、うん、ノイジーの当たりを村松がエラーしてくれるという、うん、まあ、初回に3点を取るというね、はい、まあ、3回はノイジーと木浪の犠牲フライなどで2点、5対1とリード、4回には森下ヒット、中野が送って、ここがすごいんだよ、うん、で初回に3点取ってるでしょ、はい、エラー絡みでね、うん、でノイジーと木浪の犠牲フライなどで2点取ってる、うん、で5対1とリードしてんだよ、はい、でその4回に森下ヒット、中野が送るんだよ、はい、そして佐藤と、ノイジーのタイムリーなどで、うん、もう勝負を決めちゃうんだよね、はい、だから初回にバントしないでこの中盤でバントを仕掛けてくるという岡田采配、うん、うん、それでこの日も、はい、いや森下を1番に入れる、うん、ミエセスを3番、うん、でサトテル・ノイジーって、まあ、大山が4番でね、うん、入れるんだけど、まあ、ここら辺がまた当たるんだよね、うん、まあ、サトテルもノイジーも打ってくれるというね、うん、で西勇輝、はい、7回91球8安打、
2失点、うん、ね、好投、うん、ね、だからここに来て西勇輝もやっぱベテランらしくというかね、うん、まあ、勝負どころでしっかりした投球ができだしたというね、うん、だからこのなんていうのかな、味があるというかさ、うん、まあ、初回、まあ、涌井の立ち上がりを悪いっていうのは知ってたのかわからないけど、うん、いや、まあ、中野にヒッティングさせて、うん、森下を三塁打で2人で1点取ってきちゃうとかね、うんうん、で4点リードあるのに4回にはバントをしてね、着実に追加点を取りに行くとか、うん、だから非常にもうこう采配が当たるよね、うんうん、やってる選手だと面白いと思うんだよね、ね、うん、そして監督もうまくはまるとやっぱりいい流れになってきますよね。ほらほうよ、ほらほうよです、ほらほうよそうよ、うん、ね、いやいや流れがよくしてるじゃない、そうなると思ってやってるからみたいな、多分岡田さんとかそう、はいはい、2試合目、はい、1対0阪神、うん、ね、この日はね、また帰ってきた、うん、この日はセンター1番に小野寺、3番に森下を入れて、はい、ライト未演説だったのをベンチに下げて、スタートするというね、うん、で小野寺センター、森下ライトでね、はいはい、でノイジーがレフトか、うん、はい、で初回その小野寺、うん、またヒット打つ、うん、ね、で中野が送る、はい、まあ、昨日は打たしてんだよ、うん、だけど今日は送ってんだよ中野が、うん、だから向こうは何を考えてどうしたいのかっていうのがなかなかつかみ取れない、うん、で森下がレフトにタイムリー、うん、これがさ、俺はアウトになると思ったな。何が当たりから、あ、なるほど、小野寺が回ってくる瞬間、うんうん、でもね、サードゴージャーの藤本、うん、ずーっと引っ張りながら見てるんだよ、うん、で小野寺がこう入ってくるタイミングと取るタイミング、大島が取るタイミングを見てるんだよね。で回したのは、うん、多分アウトのタイミングで回してるんだけど、うん、やっぱ、ね、肩のそんなに強くない大島だから回したんだよ、うん、この絶妙のここら辺の味方とやり取り、この視界に入ってる後ろ姿と回した瞬間のあの素早さっていうのはかっこよかった藤本なるほど、まあ、アテネで一緒にやってるんだけどね藤本って、あーさすがだなと思った、うん、いや それでもう間一髪セーフだよ、うん、この1点が決勝点になるなんて誰も思ってなかったんだけども、いや本当よ、うん、この1回のね、うん、1点、昨日の試合のね、点の取り方とか考えると、うん、本当そうですよね。だから次は4番じゃない、うん、ワンアウト1、3塁でもよかったと思うんだよ、はい、でもね、これね、サードゴージャーの鉄則として、うん、取れる時に取っとかなきゃ後悔するぞっていう話があるんだよ、うん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 、ね、次は4番でも取れると思ったら回せって、だよく回したと思う藤本が、うん、これは別動画でもやってるけどもね、うん、あの見といてくれたらいいけども、はい、いやこれ本当にいいタイミングでね回してるわ、うん、もうねどうスリリングだった、かっこよかった。でまたカメラがいいとこから撮ってんだよで藤本のこうもうね最初からサード回る前からこうやって回すんじゃなくて、うん、やっぱこうちゃん迷ってんだよね、うん、じーっと我慢してんだよね。でも小野寺も立派だった、うん、戒律もでも回ってきたから、うん、で、まサードベース回った瞬間にゴーだからかっこいい。もう一人もう今でもちょっといろんなことを思い出してね、思い出す思い出す、三鷹さん、そう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 、ね、でね、この試合再起、うん、ね、久しぶりの登板だったんだけども、はい、まあ、しっかりゲームを作り、うん、ゼロに抑えたということで、うん、6回89球4安打4三振、うん、2四球無失点というね、うん、でまあここもね岡田監督ね惜しげもなく出していく、うん、で2番手石井、はい、ね、3番手に島本、4番手に桐敷、はい、で5番手に岩崎という岩崎ね、はい、これも無失点のこのリリーフ陣も無四球ということでね、うん、まあでも打線の組み方も当たるし、うん、ね、もう向こうが手を打ってきたらすぐ宇佐美っていうふうにコールした瞬間にもう島本ってね、こっちは、うん、ね、打ち取りに行くという ね、 ねえ、まあ阪神の野球は今隙がないな本当に、はい、もう1試合ごとにこう
リセットして考えていった方がいいんですかね、まあ、対戦相手は。まあそうだな、でも本当に打つ手が当たるっていうのはやっぱこうよく見てるよね、選手をね。はい、これでマジックが12になりました。はい、はいはい、続いてヤクルト巨人、はい、サイスニード、小沢、うん、高橋奎二、はい、巨人は山崎よりビーディ、赤星というね、はい、まあ、坂本が体調不良で抹消されたというね、うん、ちょっと最近多いですね。まあそうだね、特別処置なんだけどもね、うん、はい、はい、でこの試合、4対3巨人、うん、4回1対1からサイスニードが、うん、ね、自分を援護するツーランホームランで勝ち越しみたいな、うん、これも本当かみたいな、びっくり弾の一つでしょうか。いや、びっくり、びっくりもいいとこだよねえ、うん、まあしかし5回勝ち台のタイムリー、8回丸の犠牲フライで同点というね、はい、でこっからだよ、9回は悪送球からランナー3塁、うん、セカンドゴロの間に吉川ホームインして逆転した、巨人というね、うん、それでまあ勝ちにつながったんだけども、うん、まあ相手のミスがね、まあ非常に助けて、相手のミスで助けてもらったという試合なんだよね、うん、まあ、9回なんかは石山が牽制悪送球で、うん、その一塁ランナー吉川がサードまで行っちゃって、で内野ゴロで勝ち越し点を取られるというね、うん、でヤクルトの3つのエラーに助けられたけども、はい、まあ、山崎より、うん、ちょっと不用意な1球がもったいない、はい、で9勝して10勝にずっと挑戦してるんだけどもさ、うん、やっぱこういう不用意な1球、まあ、不用意な1球って何かって言ったらサイスニードに打たれた、はい、ホームランね、だからピッチャーだからとか、まあ、そういうことじゃなくて、うん、やっぱりしっかり投げていかないと、うん、まあ、10勝投手にはなれませんよっていう、なかなかそこの壁がね、そうだね、まあこの試合でこう感じたのは、うん、まあ、若手頑張ってるけども、やっぱ坂本不在っていうのはちょっとなんかこう重みがない感じがしたね、うん、俺だけかもわかんないけど俺は特にですよね、まあ、特にだよね、うん、はい、はい、で2試合目、はい、4対2ヤクルト、ね、5回小沢ね、はい、小沢投手でビーディは、はい、なんていうの、緊急登板なんだよね。そうだったんですよね。そうそうそう、でまあでもいいピッチングをしてくれてね、うん、で5回岡本のタイムリーで先制する、はい、まあ、しかし6回バルドナードが村上がセンターバックスに越えていくホームラン、うん、強烈だったなあのホームランは。久しぶりに村上のホームランっていう感じで見れたよ、うん、でもその雰囲気が、そのホームランで雰囲気がガラッと変わった、うんうん、でその後サンタナ悩んだ、はい、まあ、オスナは倒れるけど西一塁から、パスボール、はい、ね、ちょっと低めの難しいボールで、これワイルドピッチでもいいかなと思うんだけども、パスボール、うん、でランナーセカンドに進んだ後に、うん、長岡がセンター右へね、タイムリーヒットって、はい、丸もダイビングして、取れるか取れないかギリギリだったんだけども、うんうん、だから取れなかった ね、 ね、でそれが二塁打になるという、でここがフォアボール、うん、まあピッチャーのところで代打青木、はい、代打青木をコールするよりも先にバルドナードを、左ピッチャーを、うん、多分田中に変えたと思うんだよね。いや、青木が出てくるんだったらバルドナードそのままでもよかったんじゃないかって思ったんだけ ど、 ど、まあ、そこら辺現地で見てないからちょっと何とも言えなくて、うん、テレビも何も言わなかったからちょっとわからなかったんだけど、はい、まあ、もしもその投手交代とか代打のコールとか逆だったらちょっとこれはミスかもわからないよね。なるほど、うん、ちょっと感情に走っちゃったかなという、うん、まあでも、もうは初めから誰が出てきても田中に変えるつもりだったら、まあ、これはもうしょうがないけども、うん、その青木がまあタイムリーと、うん、で続く内山もタイムリーという、はい、で一挙4点を挙げて逆転というね、うん、そうなんだよ。で7回に、はい、ノーアウト満塁作るんだよね、うん、でバッター4番岡本、はい、ね、行ったかなと思ったのが犠牲フライ、まあ、その1点だけだったんだよ、うん、だからノーアウト満塁で犠牲フライの1点だけじゃちょっと寂しいなっていうようなね、まあ、そんな感じもしたし、はい、まあ、巨人の中では6回、うん、岸田がね、うん、代打4人で出てくるけどバント失敗、はい、
中山にもバントするけども2人続けてできないというね、うん、ノーアウトランナー一塁が何もできずという、まあ、吉川が盗塁して得点圏に行っただけというね、うん、じゃあ初めから走っとけばいいのにって思うぐらいの攻撃だよ、うん、もうやけのヤンパチだよこれは、この盗塁はねでもセーフになったからよかったけどさ、うん、はい、でもやっぱこう若手に何を求めてるかっていうと、うん、やっぱこういう細かいことがやっぱしっかりできるようにならないと、うん、やっぱ次がないよっていうことだよね、うん、うん、だからちょっと、まあ、原監督もこう腹くり煮えくり返ったろうなと思って、腹くり腹なるが腹渡ね腹渡煮えくり返ってて多分ねやっぱこう監督ってさ、やっぱこう自分の意思の通りにやっぱ野球が動かないっていうのがやっぱストレスになってくると思うんだよね、うん、もう何をすればいいんだろうっていうふうになってきますかね、うん、まあそうだね、うん、だから若手もその失敗しようと思ってやってないんだけども、やっぱもう少しねしっかりやらないといかんなっていうふうに思いました。はい、はい、ね、うん、小沢は本当によく投げたね、はい、はい、あの久しぶりの勝ちということで、はい、はい、で3試合目、うん、5対2巨人、はい、ね、坂本が5番サードで帰ってきた、うん、サードだよ、うん、坂本のサードって初めてっていうか、うん、まあ、前にちょっと守った時もあったと思うんだけど、はい、なんか初めてに近いような、まあ、新鮮な感じで、うん、見れたけども、うん、かっこいいな、うん、坂本のサードはこのショートとは違いますか、まあ、ショートとは違う、やっぱより近く見えるからさ、うん、うん、でこの試合4回岡本が先制ツーランホームラン、うん、ね、同点に追いつかれた6回にはベテラン梶谷長野で、はい、まあ、チャンスをこう作り、はい、ノーアウト2、3塁から、丸の犠牲フライで、まあ、突き放すというね、うん、まあ、ピンチもたくさんあったんだけどもさ、はい、まあ坂本が三塁線のあたり、うん、痛烈な、うん、もう余裕のよっちゃんだよね、パーンと逆シングルで取ってファッと投げたらワンボールでソンソンとね、やっぱここら辺やっぱ身のこなしとかセンスなんだろうな、うん、で8回にはさ村上の打撃痛烈なあたり、うん、ランナー一塁に置いて、はい、岡本がひっくり返りながら取ったんだけど、はい、これをダブルプレーにするというかね、うん、ダブルベルにしたんだけども、はい、まあ、守備も非常に良かったよね、うん、うん、で守り、まあ、そのピンチ も当然あって、うん、7回もね西球が絡み2アウト満塁までなんだよね、はい、で高梨から菊池へスイッチする、まあ、なんとかギリギリ綱渡りで抑えたんだけどもさ、はい、あ、まあこれ本当に危ないなと思って3対2、うん、ね、でも9回には坂本がツーランホームランで勝負を決めてくれるという、やっちゃうね、やっぱ頼りになるわね、なんか本当にこう効率が良かったというか、まあそうだね、うん、6安打で5点はい、はい、ね、うん、まあホームランの威力だよね、まあ、巨人の野球だったなっていうような感じがするよね、はい、はい、あの判断が明暗を分けたのか、あの判断、この判断いろいろありましたかね、あったね、うん、まずはやっぱこう判断的に言えば先ほどのリクエストがちょっと遅れてるなというね、そしてリクエストができなかったというやつですね、リクエストができなかった、うん、まあする気があったんだろうけども、うん、やっぱちょっと心配が先に立ってね、まあ、できなかったという時間切れになっちゃったというね、はい、で阪神の方は、うん、やっぱ一瞬の判断で手を回したという、うん、あの先ほどもあのね、うん、豊さんが興奮気味に話していた、そう、向こう大興奮でああいうプレー大好きだもんね藤本かっこよかった、うん、ね、ね、だそういうことでやっぱ勝ちに結びつけれたというね、うん、まあ中日の方は逆に一瞬の判断でチャンスを潰すとか、うん、まあ、そういう形になったケースもあったね、うん、この3連戦ではね、はい、はい、まあそういうことでやっぱちょっとした判断ミスがね、うん、まあ、勝敗を分けた、まあ、3連戦だったかな、この3日間だったかなっていうふうに思いました、はい、そしてびっくり弾がたくさん出ましたね、ここね、まあそうだな、びっくり弾、小原終わったね一番に、いや1本は打つにしても2打席連続なんてできすぎじゃないのみたいな、すごい、ね、気をつけて帰ってこようも横浜にっていうような感じだよねなるほど、はい、はい、まあ、坂本もね、うん、復帰してすぐ結果を出せるなんてね、やっぱり技術があるんだろうね、うん、はい、はい、まあ、村上もいいホームラン打って、
まあ、岡本もね、ホームラン打ったけどもね。サイスニード投手のね、ホームラン出ましたね。そうだね。はい、ということで、はい、パ・リーグです。はい。はい、パ・リーグはこうなりました。ちょっとパ・リーグは試合数がとっても少なかったですね。はい、オリックスと西武が2試合で、はい、西武が2連勝ということでした、はい。で、ソフトバンクとロッテは3試合ありまして、ソフトバンクの2勝1敗の勝ち越し。はい、楽天と日本ハムはもともと2試合の予定だったのが2試合とも雨で中止になってしまいましたので、はい、なかったということで何しに仙台行ったんだみたいなね。本当ですね、まあ、そんな感じですよ、はい、ね、はい、ということで、うん、オリックス対西武、うん、オリックス、はい、曽谷、うん、黒木、はい、黒木はねこの前中継ぎで良かったんだよね、はい、だからご褒美先発じゃないかなっていうふうに思ったんだけども、で西武の方は松本、はい、今井ということでね、うん、この試合は何といってもね投手戦になった、3対0西武なんだけども、うん、松本6回111球2安打3四球無失点というね、はい、松本はね本当にまっすぐにこだわるね、うん、だからまっすぐでどん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 行きたがるタイプだね、はい、うん、だからそのまっすぐの走りも良かったし、うん、それに伴った変化球も良かったということでね、はい、で曽谷、うん、5回67球1安打、はい、5三振1四球無失点という、うん、曽谷はねなんかこうテイクバックが小さくて前がピョーンと出てくるんだ、うんうん、腕がだからタイミングを取りづらいだろうし本当にこれは勝てるピッチャーだなというね、うん、まあそんな感じがしたんだよね、はい、うん、でこの試合8回エラーで出た源田、はい、まあ一塁に置いて3番蛭間がレフト線ツーベースで先制、はい、続く4番渡辺がツーランホームランで一挙3点で勝負を決めるというね、これ8回の話ですからね。そうなんだ、うん、本当にな先制が。でも蛭間、はい、いいね、バットコントロールがいいわ、やっぱさすがだね。なんで前半出てこなかったのかなって思うぐらい、うん、いてくれ、最初からいてくれたら頼りになったのにと思って、うん、まあ将来的にはなんか首位打者取りそうな感じがするね。今から言っとくけど、お、うん、だから非常にもうちょっとね課題とすれば、うん、速いボールを1、2塁間、ライト線持っていくぐらいになってくると広角打法が生きてくる、うん、今はねちょっと速いボールとかそういうものに対してはセンターが左っていうのが多いんだよね。だからなかなかこう引っ張ったら詰まるという、これが詰まらなくなったら首位打者取れる。なるほど、はい、で、ですね、はい、はい、オリックスは5安打、はい、ね、元気がない、まあ、打線が心配なんだよね、うん、うん、ね、はい、で、うん、これはもう完封されてるじゃいいことがなかった、うん、でもいいこと探してみた、はい、何だと思う？うーん、ピッチャー陣ですか？違う、何？ FA を取得してる若月が残留表明したんだよ、はい、よかったねと思って。試合とは関係のない、試合とは関係ないけども、うん、まあみんな落ち着いて野球ができるかなって、うん、若月ってやっぱオリックスにとってはいなくちゃいけないキャッチャーの一人だから、うん、本当にみんなキャッチャーの特性とかいろんなものを知っててね、うん、リードしてくるから、うん、まあ、本当にいいキャッチャーだよ。それが残ってくれる。ピッチャーの特性ですよね。ピッチャーの特性、キャッチャーの特性、ピッチャーの特性を知ってるから、はい、だから非常に残ってくれて、うん、みんながホッとしてんじゃないの。もうみんなドキドキしてましたかね。まあそうだね、うん、まあ、若月もね去年は伏見が出てるから、はい、だから若月が残ってくれたっていうのは大きかったね。はい、はい、いいことはそれだけです。この試合はね、はい、はい、で2試合目、うん、4対3、はい、西武、はい、また負けたという。オリックス珍しいねこんな負けるので。外崎タイムリー、中村の2本、おかわり君の2本のホームランなので、うん、まあ4点リードした8回裏、はい、ね、好投して今井が乱調にという、どうしたんだみたいな、4つのフォアボール、うん、まあ四死球ね、うんうんうん、なので、まあ、3点を失うという、はい、まあ、その中に押し出しもあったりサードの2点タイムリーエラーなどがあって、まあ、すぐ3点取られるんだよね、うんうん、ただオリックスはこの日4安打、うん、まあ、5つの四球2つのデッドボールをもらうけども、まあ、点にはつながらないというね、うん、まあ、相手がエラーしてくれなかったら1点で1点しか取れなかったという、うん、ちょっとオリックスの打線がちょっと心配だね。そうですね、モチベーション高いのは頓宮だけなんだよ、うん、まあ森もいいけどね、
ちょっとここのとこずっと中川が良くて、中川がこう打ててないっていうのが少し心配ね。なるほど。だから中川は打ってんのかもわからないけど、前にランナーがいないっていうのがあるのかもわからないけども、うんうんうん、ここら辺のそのつながりっていうのができてこないとちょっと苦しいかなっていうふうに思っちゃうね。うん、はい、はい、まあ、しかしマジックは減って14になったというね、うんうん、はい、はい、という2試合でした。はい、はいはい、で最後ソフトバンク対ロッテ、うん、ね、ソフトバンクスチュワート、有原、東山、はい、ロッテは小島、西野、メルセデス、はい、はい、初戦、7対1ロッテ、うん、まあ、初回角中の犠牲フライなので、まあ、先制すると、4回には2年ぶりとなる、うん、本当かみたいな、うん、まあ、1号ツーランホームラン藤岡が打つんだよね。お、はい、2年ぶりだよ、ね、本当に。で5回には山口が13号ソロを打ち、うん、まあ、4対0というね、はい、まあ、8回9回にも追加点で、を取り、小島が投げて、勝つという、うん、でその小島、はい、投げては7回112球4安打7三振無失点という、小島はね、小島とか小島とかなあ、結構めんどくさいな。小島投手ですよ、はい、小島はプロに入り初の、うん、ソフトバンク勝利。おお、よかったね。ちょっと苦手にしてたんだね、うん、なるほど、はい、これはね、でも中村翔吾が4回ツーアウト1・3塁で、うん、今宮のセンター寄りのライナーをまあダイビングしてファインプレーしてくれるんだよね、はい、まあこれが大きかったね。うん、これが抜けたの流れがちょっと変わってたんじゃないかなっていうような、そういうことだったんだけども、はい、でも小島は、うん、やっぱスライダーのこうなんていうの、ストライクになるボール、うん、振らせるボールとか、はい、やっぱこうキレも良かったし、まあ非常に安定してたと思うよね、うん、まあ、こういうピッチングしてたらソフトバンク戦、まあ、初勝利なんて思わなかったんだけどもね、うん、はい、ね、はいはい、でソフトバンクは5安打ね、うん、まあいいピッチャーに当たるとなかなか打てないもんだけどもさ、はい、少し元気がないように感じましたというね、はい、でこの日佐々木朗希、うん、復帰あるんじゃないかという、お、まあ、今週中というか、うん、にもあるかもわからない。なるほど、まあ、日曜日とかあるんじゃないかなね、本当かまたそうなってくるとね。いやいや、もう練習は再開してるらしいよ。うん、うん、だからまあ今季絶望というふうなニュースが出てるけども、うん、クライマックスシリーズに向けてまあなんかいい兆候だよね。うまく調整してきてますかね。そうだね、はい、はい、2試合目、はい、3対0、うん、ソフトバンク、はい、初回三森ヒット、柳田との間でランエンドヒットとになるんだよね、はい、でワンアウト一三塁で近藤のファーストゴロで三森が生還するんだけども、はい、これは一塁に佐藤俊也入れてるんだよ、うん、それが前に出てくればいいのに一回こうひるんで後ろに下がりながら投げたんだよね、うん、その分セーフなんだよ。やっぱりこうなんていうの、佐藤俊也っていうのはキャッチャーだから、ね、だから振らねえなところをやると、うん、こういうことが起きるということだよね、うん、まあその後ワンアウト満塁から今宮がセンターに犠牲フライ、うん、で2点目を取るというね。で5回にはプロ初昇格、うん、井上智也がセンターにプロ入り初ヒットとなる、まあ、ヒットを打ってね、はい、で海外を送って一番周東が井上を返してあげるという、うん、よかったね。得点も、はい、得点も記録したというね、はい、で投げては有原、うん、8回105球4安打無失点、はい、まあ有原はハマったら完璧だね、うん、やっぱこう寄せ付けないというかさ、はい、そんな感じがするよ、うん、でこの試合デビューした井上智也、出身大阪、うん、ね、で20歳181センチ、うん、A 型必要か A 型、うん、俺も A 型、うん、で右投げ右打ち、はい、2020年度、うん、ドラフト1位という ね、3年目、はい、花咲徳栄高校からソフトバンクへと、ね、あのね、
スケール感が大きいわこの子は。あーいいね。ただ順調に伸びてほしいな。うん、スケール感の大きい子は前にもいたんだけども、はい、なんかねもう一つ上に行けなくて、うん、なんかこう中途半端に活躍するような、うん、まあ、出たり出なかったりとかするような選手になったんだけども、うん、まあこう井上君はねもうスケール感も感じるし、うん、あのねバットコントロールがうまいわ。なるほど、うん、こうパワーだけじゃなくてこのなんていうのこのバット操作っていうかな、うんうん、まあ、そういうのが非常にうまい選手だなっていうのを感じた、うん、だから非凡なものを感じたし、うん、20歳でこれができるんだみたいな、うん、まあ、そういうところもあったしね、はい、詰まってもいい打球打つし、うんうん、だから非常に期待してます。また新しい選手がね、本当ですね、うん、見えてなんかいいね。はい、はい、で3戦目、うん、7対3ソフトバンク、はい、初回ワンアウトから、ロッテ角中ツーベースヒット、ポランコタイムリー、うん、山口がツーランホームランで3点をいきなりリードするんだよ、はい、まあ、しかし1回から4回までにソフトバンクは1点ずつをね地味に返していく。ほんとね、毎回1点1点ね。そうで初回や柳田ホームラン、うん、はい、まあ、2回は峯の犠牲フライ、まあ、3回は今宮のタイムリー、4回は峰のホームランで勝ち越すというね。で7回には柳田、はい、ね、申告敬遠後中村がタイムリーで3点を取るんだよ、はい、ここのね申告敬遠のやり取りが、うん、吉井監督が育っててクロックコーチが申告敬遠しませんかみたいな近藤をね、うんうんうん、その時ちょっと不快感みたいな顔したんだよね。おうおう、でなんでしなきゃいけないの、でも近藤だからしとくかみたいな、うん、ちょっと迷いがあったんだよ、うんうん、で近藤申告敬遠するんだけどもさ、やっぱ中村は面白くないよね、ふざけんなと、うん、俺の前のバッターをしやっていいのかみたいな、うん、まあ近藤だから、はい、まあ、しょうがないかもわかんないけども、うん、でもそのね不快っていうか迷いが、うん、やっぱその中村のバットがまあ、炸裂した原因の一つになるのかなっていうね、うん、だからちょっと、うん、勝負事で迷いがあった時は、まあ、それはあの自分の心で決めた方がいいと思うんだけども、うん、まあ、ここら辺がちょっとねロッテはなんかちょっとちぐはぐしてたのかなっていうような感じはしたけどもね、はい、はい、で、まあ、3点を取ってゲームを決めるんだよね、うん、で今日この試合でバッテリーを組んだのは、うん、選抜の優勝沖縄尚学のバッテリー、はい、うん、まあ、初コンビ、ね、ね、東浜と峰井という、ね、峰井選手がね移籍をして、そうだよ、実現可能ということになって東浜と組みに行ったんだからやっと組めたという鼻から組ましとけみたいな、ねね、まあ、見たかった人も多かったでしょうね、まあ、そうだね、うん、はい、だから九州でね、まあ、沖縄は九州地区なんで、うん、だからまあ懐かしくて、うん、そういうこともあったし、しかしそれには終わらない、まだこの試合ね、ヒーローインタビュー、東山、又吉、峰井、沖縄3人トリオというね、え、ね、よかったね、又吉と峰井も入りましたね、まあそうだね、又吉もね、うん、移籍して怪我があってみたいなね、うん、まあ、こういうことがあって、まあ今日ね中継ぎで出てきてピシッと抑えてみたいな、うん、で峰井もかぶってね、まあホームランも打つしみたいなね、ね、だからもう本当に良かった沖縄トリオの、ね、うん、本当に、ね、でこの試合を勝ったことによって、うん、まあ、ゲーム差ロッテとは2になったというね、はい、2まで2、ね、下も2かな、楽天まで、あ、2.5 になったのかな、下は、2.5 ですね、なったね、うん、はい、ということでここに来て停滞、はい、抜け出すにはこれね、オリックスはやっぱバッティングなんだよ、つながりなんだよ、うん、ね、停滞気味なんだよね、はい、ロッテは守りなんだよ、うん、あ、ポイントとしてはポイントは守備なんだよ、もう1位2位のチームがね、うん、今回負け越してますのでね、そうなんだよ、結構ね点は取るんだよ、うん、でもね守備がねもう本当に今日でもねあれ取れたろうみたいなのがねグラブに当たってんだけど取れなかったとかね、うん、で一歩前に出ればフォームアウトなのにっていうのが、うん、これはエラーにはなってないけども見えないところの守備が良くない、うん、まあ、そういうことが言えるかなっていうふうな思った、
はい、はいはい、ね、ちょっとね、ロッテ2位のロッテ、ソフトバンク2ゲーム差、その下楽天 2.5 ゲーム差で、その間が 4.5 しかないのでね。そうなんだよ、だからちょっとわからないんだよ、ロッテ、ソフトバンク、楽天2位、3位、4位の争いが、まあそうだね、ちょっと今は熾烈ですかね、うん、だからね、楽天はね、うん、この日本ハムでやりたかったと思うんだよね。あ、これ上がこう当たってるから、なるほど、その時に勝てばね、うん、上に行くチャンスもあったし、やりたかったと思うんだけど残念で、この雨に中止になったことによって日程がきつくなる、後ろがね、後ろが、うん、それとコンディションが悪い中やらされるケースが出てくる、なるほどね、あ、だからちょっとこの雨雨天中止っていうのは、まあ、楽天にとってはちょっと嫌な雨だったな。しかも2試合ともっていうのがまたね、まあそうだな、嫌ですね、そうだな、1試合でもできたらね、うん、で明日からソフトバンクは楽天、うん、はい、ね、いよいよ本当ね、直接対決、ね、でオリックスはロッテ、うん、ね、ロッテはオリックスか、うん、ロッテとオリックス ね、これ明日ちょっとね雨でね、台風来てるからね、台風来てるからね、で日本ハムは、西武、はい、これはやっぱり日本ハムは一つでも上行くようにね、今 0.5 ゲーム差なんで ね、うん、西武はもう上を少しでも追っかけていくようにね、はい、でセ・リーグの方は阪神広島、うん、まあこのカードかなっていうふうに思ってる ね、 ここ ね、 ね、はい、で巨人、中日、DeNA、ヤクルト、うん、ね、というところでしたね。そうだね、だから阪神広島は一気にマジックが減る可能性があるからね、1、2のね、まあ直接対決だから ね、 ね、広島今ね、はい、打撃とかも好調なんで、まあそうだね、どのようになっていくでしょうかね。そうだね、はい、まあ、意外なホームランとかね、まあ楽しい週だったでもまあ試合数がちょっと少なかったけどねそうですね、はい、まあでも本当にいい試合が多くてね、うん、広島 DeNA なんかは本当に延長に入って、うん、まあ DeNA が負けたけども、でも本当にいい試合だったと思うし ね、 そうですね、広島の粘りというか、うん、チーム単位で戦ってくる姿っていうのはねすごく美しかったし、うん、だソフトバンクもちょっとやっとエンジンがかかってきたのかなっていう、うん、と思ったらかからないからね、今度はもうかけないと次楽天戦だから ね、 ね、はい、あとはねもう離脱っていうことが一番ちょっとここ痛いので、体調、体調な、うんうん、まあ、気をつけてほしいね、怪我とね、はい、まあ天候不順になるしね、うん、そうですね、体に気をつけて頑張ってください、はい、はい。